ショートコーナーになります。再び山根でクロス、さあこぼれ球抜くいの左足のシュート決まりました。見事なシュートが決まりました。セレッソ大阪 U23 先制です。左足を振り抜いたのはセレッソ大阪 U23、 キャプテンマークを巻きます抜くい隼人です。シュートのスピードもありましたしコースも見事でした。コーナーキックの流れから